あとですね、変数の初期化なんですけど、この変数の初期化、つまりイントとナンバーと、先ほどはこれ分けてますよね。まずデータ型イントをナンバーで宣言します。あとに代入します。2つのステップを踏んだんですけど、変数の初期化、つまり1つにすればこういうふうに代入することができます。こういう方は一般的な書き方になると思います。ここまで何か質問あります？今のところ問題は素晴らしいですね。で、まあ、これもね、プログラム的にはこういうふうにやって結果的に、まあ、表示されますよこと。あとは値の変更すること、まあ、上書きなんですけど、どういう意味かというと、まずこのナンバーの値を代入します。入りますよね、こうか。そうすると同じ変数の値に7を入れちゃいますと、じゃあ前にあった項はなくなって7が入るようになります。イメージ的、そうすると前にあった項は上書きされちゃいまして、もう消えちゃいますよこと。じゃああとはここ、まあ、今のやつをちょっとまたこう代入し、代入しておけば項が表示されて、ここで上書きしちゃいますね。同じこの箱とこの箱は同じなんで、上書きしちゃうとここは7になりますよ。じゃああとはですね、他の変数の値の代入なんです。こういう方は、まずイント型の num1 と num2 を宣言しておきます。まあ、イメージ的にはこういうイメージですよね。あとは num1 に5を代入します。じゃあここで何が、今までは数値で代入したんですけど、今回は変数名を利用して代入します。つまりこの意味ってどういう意味かというと、ナンバー1の変数の値をナンバー2に入れます。つまり5をここに代入しますよことになります。そういう書き方、まあ、他の言語も全く同じな、こういうやり方で進んでいきますよこと。まあ、こういうイメージですよね。まあ、プログラム的にはこういうふうに変数を宣言しておきます。代入しておきます。代入値をここに入れますと、1と2は結果的に同じような結果になりますよこと。これも1回でね、そう、プログラムは先に戻って実際動かしてください。で、あとは num1 のですね、ここにですね、変数をインテ型の num1 と変数名を宣言しておきます。ただしこっちでちょっと見てください。あ、おかしいところがあるですよね。 1.41 って不動小数点ですよね。つまりダブル型に、ダブルかフロートなんで、おつまり器がちっちゃいのにでっかい値を今入れようとしてます。そうするともうあふれちゃいます。そういうことは全く同じように、これはコンパイラーエラーが発生します。そういうことは理解してください。ここ大丈夫です。なんでコンパイラーが、で、あと、まあ今のやり方はインテ型なのにダブル型を代入しておくから、ここでもコンパイラーエラーが発生します。じゃあそうすると、まあこれはこれでいいや。まあこの変数は、まあ変数 A と P の変化が見れると思いますので、この流れをちょっとねトレースしてみてください。ゆっくり席に戻って、分からないことがあればまたスタッフをすぐ呼んでください。で、これをちょっと目を通してください。まあ、この流れは書いてますので、これをちょっと目を通してください。で、まあ、ここで変数のガイドラインなんですけど、まあ、変数の初期化を行うのが望ましい。つまり宣言と代入を別々に書くより変数初期化をやった方が望ましいですよこと。変数名は分かりやすく意味のあるもので作ってください。つまり皆さん多分ね経験あると思います。経験ある人か、ある人でも面倒くさいから書かない人がいると思う。とにかく変数名はある程度長くていいです。意味を付与してください。ただ A とか B とか C とかね、そういう名前があんまりよろしくないです。意味のある変数名を使ってください。あとはですね、変数名の宣言の仕方なんですけど、こういうやり方もあるし、こういうやり方もあります。こういうやり方よりはこういうやり方が望ましいですよことを言ってます。なぜかというと、1個宣言しちゃうと全部崩れちゃうんで、だったら最初からこっちにやってくださいよこと。あとは、まあ、リテラルの話のと、まあ、名前的に難しいかもしれませんけど、そんなに内容的にないと思います。あと10分ぐらい多分終わると思いますね。今日はあと10分で終わります。初日は長く説明して難しいんで。で、リテラルとは何かというと、プログラム内の値の表現を言ってます。じゃあつまりどういう意味かというと、ソースコードの中に直接記述する値を示す文字のことをリテラルと言ってます。
これも一つのリテラルになります。特にリテラルって特別なもんじゃないです。ただ の, 数字文字のことを言ってますよ。で Java のリテラルには、いろんなリテラル、整数リテラルもあるし、不動小数点リテラルとかね、文字値のリテラル、文字列からのこのようなリテラルがありまして、でこれからこれについてちょっと説明させていただきます。まずですね、先ほど説明して全く同じです。このような基本データ型がありますよ。でここで理解してほしいのは、まずね、プーリン型とかね、チャー型で、ストリンで、イントで、ダブル型。今は現時点ではこれだけで十分です。他のやつは気にしなくていいです。じゃあ整数のリテラルがあるんですけど、整数には10進数と8進数、16進数があります。日常生活で皆さんが数字として使っているのは10進数です。でコンピューターの設計では8進数、オクタルとも呼ばれています。これは先頭にチェロをつけて表現します。16進数はヘクサデシマルと呼ばれまして、先頭にチェロ X をつけて表現します。で16進数は0から9まで表現するので、10個しかないですね。じゃあ6個はどこから持っているかというと、この ABCDEF を付け加えます。それで16進数を表現していきます。で、こういうことを見るんですけど、こういう先頭に 0x がついているのは全部16進数の表現です。0がついているのは8進数の表現、残り15は普通の15ですよね。後ろに L がついているのはロングの型を示してますので、あんまり皆さん意識しなくてもいいです。ここではあまり使わない、基本的に。ただこういうことがありますよぐらいで、覚える必要もないですが流してください。2進数、8進数、10進数、16進数、これ計算するとこういうふうになりますけど、これの計算の仕方は必要であれば教えますけど、別にここではそういうことをやらなくていいと思います。必要であれば言ってください。不動小数点リテラルなんですが、簡単に言えば小数点ですもん。でそこには前も言ったようにフロートとダブルがあります。でじゃあ1のタイミングでダブルで、1のタイミングでフロートは使えますかって質問があるんです。もちろん範囲は決まってるか、決まってますから違うと思いますけど、特別な理由がなければダブルだけは利用してください。フロート捨てていいです。ダブルだけ十分ですので、影響ないと思いますので、もし本当に区別したければ別に質問してください。ご質問しても複雑になるんで。であとはノンリリテラルがありまして、でブーリンという人が作ったからブーリンの名前につけてます。じゃあつまりチュルかフォルスかどちらかになれますよこと。ジェロ、ある言語ではジェロとか1かを入れるところもあるんですけど、 Java ではチュルかフォルスかどちらかになりますよと。この2つしかありません、ブリンチは。あとはですね、文字列のリテラルがありまして、エスケープシーケンスとも呼ばれてます。N とか R とかね、 TBU の4桁数字、シングル、ダブル、円幕で、先頭に全部強調しているのが円幕がついてます。先頭にこれをつけることによって、コンピューターはこれは単純な T ではなくてタブを意味 しますよってことを意味を付与してます。ですからそれがその名前通り、特別な文字を表してます。じゃあこれはどういうふうに使うかということになると思いますけど、これをちょっと見てください。このようにちょっと試してですね、T が入ってます。この T が普通の T と違いますということを示してます。円幕がついている、そうすることで、これはターボを意味しているので、実際このようなターボの間隔が空きます。こういうやり方で使いますよと。でここでもう一つはですね、円幕の U の4桁数字はこれはユニコードを表してます。簡単に言いますと、日本語の青を意味してます。この部分がこういう使い方もありますよ。あとですね、文字リテラル の, ちょっと定義から説明させていただきますと、まず文字というのはチャー型です。これは必ず1文字のみです。文字というのは1文字のみです。 2文字で構成されています。必ず1文字で構成されています。文字は必ずシングルクォッタで囲んでください。でそうすることによって A とかね、紙とかね、 M とか T、 これは特に問題ないですよね。ただ今ここが円幕の N と円幕の T、 つまり開業とターボを意味してますよね。じゃあこれってなんで2文字なのに
定義と違うんじゃないですか。定義では一文字のみでやってます。ただ特殊文字は一文字で取り扱ってます。だから問題ないですよと。でもう一つあとはですね、こいつは完全におかしいです。三文字なのにシングルコテーションは NG ですよ。これは一文字にしてください。まあこれはユニコードなんで問題ない。日本語だとウになりますよこと。じゃああとは文字列なんで、文字と文字列違います。他の言語は似てるかもしれませんけど、あの Java では文字列はストリングクラスを利用しています。1文字以上を表しています。1文字でも構いません。ただダブルコート、文字はシングルコートなんですけど、文字列はダブルコートで囲んでいます。つまりこういうことは全部文字ですよね。これも1文字なんですけどダブルコーテーションで囲んでるから文字列になります。これも文字列だから全部あのこういうふうにスティングになってますよことだけを理解しています。文字列だけは基本データ型ではないです。参照型です。ただ今説明したのは、まあ、後でもう一回登場します。基本データ型と参照型は違いますということをちょっと理解してください。じゃあ何が違うかというと、参照型 の、 あの値として代入しますよことからのからのレターで、基本データ型にはまあ代入できませんと。値はヌールです。じゃあ何が違うかと、からデータというのはヌールって意味は何も指しませんって意味です。特別な意味じゃなくて、この場合は基本あ参照型には代入できました。ただここにインテ型 X はインテ型、基本データ型にはヌールが適用できません。ことをちょっと理解してください。じゃ ここでちょっと参照、基本データ型と参照型の違い、データがどうやってメモリがどういう構成されているかちょっと説明します。あんまり深く考えなくていい、もう一回説明しますね。明日。でここですね、インテ型で基本データ型の例です。これは参照型の例です。じゃ これを見ますと。ノームって基本データ型ですよね、こいつの。で、メモリ上にダイレクトに値が入ってます、こいつですよね。じゃあ、あとはですね、これじゃなくて、これを見ますと、このノームを見ますと、このノームはここですよね。こいつは何？参照型ですよ。参照型は、ヘロが入ってるはずなんですが、入ってないですよね。おかしいですよね。参照型だから、ヘロはここに、ハロはここに入って、ここのアドレスがここに入ってます。これが参照型と基本データ型の違いです。ということだけちょっと理解。もともと Java ってポイントが持ってないんですよ。持ってないんですが、だからみんな Java が勉強したいって言ってる人は、多分ポインターの概念がないからないんですが、実際の中身は、ポインターこのような参照型は基本的にポインターで表してますよ。ただあまり意識しなくていいですよことを示しています。今日ですねここまでなんですけど、なんか今日ちょっとシンプルでちょっと若干早く来た気もするんですけど、まあゆっくりできると思いますので、なんかここまで質問あります？特になければですね、今日は初日なんで長くはしません。疲れちゃうんで、でまあ今日ここまでやるんですが、また明日引き続きね、明日からちょっと長くなりますね。30分以上はならないと思います。で軽く説明して席に戻ろうと思いますので、明日はちょっと目を通してきてください。また明日声かけますので、じゃあ今日よろしくお願いします。ありがとうございました。